東北,地方に東北地方に停滞する梅雨前線の影響で県内では今夜遅くにかけて1時間に20ミリの強い雨が降るところがある見込みですあす午前6時までの24時間に降る雨の量は多いところで下越で80ミリ佐渡で40ミリ上越と中越で30ミリと予想されています 県内ではこれまでに降った雨により地盤が緩んでいるところがあるため気象台は今夜遅くにかけて土砂災害に注意警戒を呼びかけています。